さあまたアメリカ版のケイタ君に戻ってきました。一方その頃日本から遠く離れた USA へやってきた我々は田舎町セントピーナッツバーグで新たな USA ライフをスタート。この超できる妖怪しずりウィスパーのおかげで新しい妖怪ウォッチ U1 をゲットし、 USA に住む妖怪メルケン妖怪と出会うことになりました。途中妖怪メダルごと妖怪辞典をなくすこともありましたが、それお前のせいだろそれは。まそんなことは本当些細な問題でございまして、新しいことの連続でワクワクが止まりませんね。これから先一体何が起きるのか本当楽しみでウィス。なんかウィスパー声が痛いよそれ。ケイタどうしたにゃん、外に出かけないのにゃん。出かけたいんだけどさ、俺英語が話せないからなんかちょっと不安なんだよね。なるほど、勇気を出して話しかけてみるんでしゅ、なんとかなるかもしれませんよ。でもさ、これちょっと簡単な英語でもね、簡単な英語少し喋れるんだったらいいんだけど、全く喋れない場合どうすんだろうね。やるにゃん。そうにゃん、きっと楽勝にゃんよ。だってケイタは外国の人間どころか俺っちたち妖怪とだって友達になれたんだから。まあ確かにそうか、そうか、そうだよね。よし、もう一度町の人たちと話してみよっと。なんかやけに説得力あったな今のジバニャンの。さあじゃあ外行くのか、勇気を出して町の人に喋りかけてみる。誰かいるかな。あ、いたな。ちょっと話しかけてみるか。ペラ。エクスキューズミー、ペラ。イエス。あ、さっきのジョンだねこれ。やばい、全然わかんない。あ、お父さん来た。おい、おい、ケイタどうしたんだ。お父さん、おお、グッドタイミング、ここはお父様にお願いしましょう。でも大丈夫かな、お父さんが英語で話すところとか一回も見たことないんだけど。でもアメリカに転勤してきてるってことは少しぐらいはいけんじゃない。ペラ。Is this your child? あなたのお子さんですか。 Yes, ペラペラ。 Yes, he is my son. ペラペラ。 My job?ちょっとやめとこう。トランスファード me to USA. We just met me. ペラペラ。おー、welcome to USA! ちょっと日本語で喋ってくんねえかな。おー、ケイタ君のお父様、英語ペラペラなんですね。取り憑かれてるけど、普通に。おかしい、絶対におかしいよ。妖怪の仕業かも。ちょっとそれはさすがにお父様に失礼すぎません。そもそもお父様だって、お仕事でこっちに来ているわけですし。すげえ、なんか打ち解けていたけど。でも取り憑かれてるしな。どこだ、どこにいる。あ、いたなんだこの妖怪。妖怪を見つけた。全然顔が見えないけど、全然顔が見えないな。どんな妖怪なのこれ。ハロー、ペラペラ。メラメライオンのUSA 版これ。やっぱり妖怪がお父さんに取り付いていたんだ。ペラペラ。ペラペラ。もしかしてユーたちはジャポンから来たですか。日本語話せるの。オフコース、私は翻訳妖怪のペラペライオン。どんな国の言葉だってペラペラ話せちゃいます。どんな国の言葉もペラペラ。ではケイタ君のお父様が英語をペラペラ話されていたのは、 That's right! 私の仕業です。すごいね、ドラえもんのこんにゃく翻訳みたいなやつがいた。ペラペライオンお願い、俺と友達になってよ。私とユーが友達に。俺英語をペラペラ話せるようになりたいんだ。なるほど、わかりました。ではまずテストさせてください。テスト？ Yes! ユーのやる気をバトルで見せてもらいます。まあ戦うのはジバニャンだけどね。
戦うのジバニャンなんだけど大丈夫かな、ちゃんとやる気伝わるかな。さあね、取りつかれたらお祓いをしましょう、うん、ちょっとお祓いの仕方全然今ので全然分かんなかったけどな。つなげる、ちょっとえ、あ、つなげる、あ、そういうことね。あ、いや失敗してる。あ、ちょっとこれ難しいな。ちょっとでもずれたらダメなんだ。あ、ジバニャン超ピンチ。ちょっとちょっとペラペライオン結構強い。こんなところで負けるなんて私残念になりません。もう一回挑戦できるかな。ハローペラペラ、ちょっと油断してたね今。ペラペラ、またここから、イベントスキップ。よし始まった。さあちょっとね、必殺技、あ、回せ、これ一番楽じゃん、これが一番楽。やっぱこの人強いよ、もう半分以下にされてる。痛い、よし、さすがジバニャン。また20セント手に入った。分かりづらいな、お金。オーケー、ユーのやる気しっかり見せてもらいました。それじゃあイエス、これからユーと私は友達です。おー、勇まし族だね多分。多分勇ましだよね。っていうことはこれからアメリカの人とね話をしても、すぐ内容が分かる状態になるんだね。よろしくペラペライオン。ではペラペライオンがお友達になってくれたこのタイミングに妖怪の種族についておさらいしておきましょうか。今回は確かはぐれ族っていう、あー、あった、あるね、やっぱあの右の端の方にあるね。妖怪ウォッチプニプニみたいなのはあの種族で得意不得意あったけど、今回の妖怪ウォッチ3はどうなんだろうね。とまあおさらいはこんなもんで十分ですかね。うん、ありがとうウィスパー。翻訳妖怪のペラペライオンがいれば英語ぐらいペラペラ話せるはずです。もう一度町の人に声をかけてペラペライオンの誓いを試してみましょう。オッケー。お、英語喋ってる。ジョン、なんて言ってたんだろう、ジョン。ハローペラペラ。やあ、調子はどう？ペラペラ。いい感じだよ、君は？ペラペラ。超いいか、ちょっと待って、これあれじゃないの、妖怪ウォッチ3やってる子供たちみんなこれ終わった後に英語ペラペラになってる感じじゃない？ペラペラ。これからはこのペラペライオンが日本語に訳してお送りします。では引き続き USA ライフをお楽しみください。またね。そいつは結構。それじゃあいい一日を。 うん、ありがとう。ジョン何歳かな、中学生っぽいんだけど。やりましたね、ケイタ君、英語ペラペラ話せていましたよ。すごいよ、相手が何て言ってるかはっきりわかるんだ。これでも言葉のこととか気にせずやっていけそうですね。うん、なんか楽しみになってきた。きますよ。ではこの調子で小学校まで行ってみませんか。夏休み明けたらこちらの学校に通うんでしょう。そうだね、行ってみよう。そうか、今夏休みなんだね。アメリカの小学校ってどんな感じかな。あいついつから英語が喋れるようになったんだ。お、USA は今までと違うことがいっぱい。お金の単位だって違うんです。そう、だいたい1ドル今100円ぐらいですよね、104円とか。ジャポン、つまり日本では円ですが USA でのお金の単位はドルです。1ドルは100円として計算されます。つまり1円は
0.01 ドルですね。単位が違うだけで基本は同じなんです。安心してドルを使ってみてください。あ、じゃあちょっと学校行ってみよっか。学校、ちょっとこっちか。やっぱ海外だから道が広い。めちゃくちゃ広いな。広いね。あー、来た来た、小学校。小学校こんな感じか。自転車通勤なんだね。こっちの方はどうかな。花壇がある。中入ってみよう。あ、もしかしてもう妖怪とかさ、捕まえることできるのかな。あ、でも妖怪レーダー反応してねえからいないか。さあ中入ろう。やばい、アメリカのドラマでこういうの見たことある。へえ、これが USA の小学校か。やっぱり日本の小学校とは違いますね。そうだ、ケイタ君、カフェテリアって知っていますか？カフェテリア？何それ？カフェテリアはたくさんの人が お食事をするところです。こちらの生徒さんは日本の給食みたいに教室でご飯を食べるのではなく、カフェテリアで自分が好きなものを買って食べるそうですよ。街にはいろんなお店があります。お店によって商品も違います。例えばスクールのカフェテリアにはケーキやパイが売っているみたいです。ヨルズマートでは買い物だけではなく、なるほどね、そういうことね。へえ、面白いね。俺も何か買ってみようかな。確か3ドルぐらいあったんで、まあまあなんか買えるでしょう。いいですね。せっかくここまで来たことですし、ちょっとカフェテリアに寄り道をして買い物でもしてみましょうか。うん、なるほど。オッケーオッケー、よーし、カフェテリアに行ってみよう。ちょっと待ろう、ちょっと声でかいかな。ちょ、自分で喋ってて声でけえなと思っちゃった。さあどうしよう。やっぱね、新しい妖怪ウォッチ来るとね、ちょっと興奮しちゃってね、声がでかくなっちゃうんだけど、ちょっと待って。矢印がなんかとんでもないとこ指してんだけど、カフェテリア行くんだよね。カフェテリア、カフェテリア、ここかな。違うよ、これ絶対実験室だ。ちょっと矢印の方行ってみるか、とりあえず。カフェテリアこっちなの。あんなとこにあんの、カフェテリア。あ、おしゃれー、まさかの別館にあった。ここか。ん、ここで、あ、これオープニングの。いや、なあ、そこの少年、ちょっと話を聞いてもいいかな。いや、マルダ。いや、僕は FBI 特別捜査官のマルダ。そして隣にいるのは相棒のカクリーよ。角張ってんな顔。あれ、角張ってなかったら結構な美人だと思うんだけどな。あの FBI って科学では説明できない極秘怪事件 Y ファイル、それを調べるのが僕たちの仕事なんだ。ちょっとマルダ、おしゃべりが過ぎるわよ。 Y ファイルのことは機密事項なんだから。これね、僕が小学生の頃に X ファイルっていうアメリカのドラマがあったんですけど、それの、文字りですね、これ。 おっと、これは失礼。で、少年、まずは君の名前を教えてくれるかな。ケータですけど。いや、OK ケータ、君に一つの質問があるんだが、先日この町に落ちた UFO について何か知らないかな。っていうか、アメリカ来たばっかりでそんなの分かりませんよ。 UFO? それってまさか未確認飛行物体の UFO ですか？この町にはまだ引っ越してきたばっかりだから。おや、そうだったのか。すまない、それは悪いことをしたね。マルダ、マルダ、もうここは十分よ。聞き込みの場所を変えましょう。ああ、そのようだな。ケータ、僕たちはしばらくこの町で調査を続ける予定だから、何かおかしな出来事を目にしたら、どんなことでもいい、教えてくれ。いや、おかしなことは毎日起きてますよ、ケータ君の周りには。はい、わかりました。あなたは話が早くて助かるわ。
さっき外で声をかけた男の子たちなんて、喧嘩の真っ最中でまるでお話にならなかったもの。それじゃあ失礼。UFO を探しているだなんて、なんか変わった人たちでしたね。ケイタ君たちも結構変わってるから。うん。うん。ではケイタ君、あと少しカフェテリアを回ったら、またお外に出かけましょうか。そうだね。なんか買わせてカフェテリアで。なんとなく喉乾いた。どこで買って、このお姉さんかな。違う。どこで買うの？あ、ここか。ハロー。夏休みもいつも通り営業中。カフェテリアへようこそ。買う。あ、やっぱこういうのでね、カップケーキ。色やばいなこれ。食品添加物てんこ盛りっぽいね。ママのチェリーパイ。何4ドル。ママの味食いたかった。ドーナツ。ドーナツ1ドル。まあまあそんなもんだよね。チョコットドーナツ 2.6 ドル。結構高いな。宇宙ドーナツ。高っ。どうしようかな。貴重なお金なんだけど。どうしようかな。これちょっと買っていこうか。チーズケーキ。280円だよ。うん。じゃあもう出るか。ああもうその一言が余計なんだよ。何？何を？あ、さっきの喧嘩してるっていう。なんだろう、喧嘩かな。そういえば先ほどお話ししたカクリって女性が外で男の子たちは喧嘩してたとか言ってましたっけ。あ、そうだったね。ケイタ君、あのお二人からちょっとお話を聞いてみましょう。どこで喧嘩してんだろう。あ、結構真ん前で喧嘩してた。取り憑かれてるな。ねえ、ちょっとどうして喧嘩なんかしてるの。このリッキーがさっきからいちいち余計なことを言ってくるんだ。なんでよジョー。リッキー結構ジャリンコっぽい顔してる。僕の言ってることのどこが余計なんだ。全部本当のことじゃないか。あ、そうそう。ショーンがお小遣いを貯めてやっと手に入れたスニーカー、この前あっちのショッピングモールでワゴンセールしてたよ。だからそういうのが余計だって言ってるんじゃないか。何を。このずっとやりとりなんだ。やめりゃいいじゃんそんな余計なこと言うの。まあでも取り憑かれてるからしょうがないのか。あらら、また喧嘩始めちゃった。むむむ、少しだけですがこの辺りで妖怪の匂いがします。じゃあこれって妖怪の仕業？ミス。ええ。それとまた妖怪とバトルになる予感がします。というわけでバトルに関するお得な情報をまとめておきましたよ。あ、攻撃妖術の妖術の属性、技の成長、これは後で確認しておいた方が良さそうだね。ありがとう。ありがとうウィスパー。行きますよ。では準備ができたら彼らの近くを妖怪ウォッチでサーチしてみてくださいね。どうだ。あ、いた、いる、ここにいる。なんだこの妖怪、結構ちびっこだよ。ちょっとウィスパーと合体しててよくわかんない。打足。ああ、打足。ニョロロン、君たち僕のことが見えるみたいだね。ウィスパー、あいつは何？あれはイエローニョロニョロ小僧とかそんな感じ。わかりました。あったあった、あれこそ妖怪ダソックス。取り付いた人間に余計な一言を言わせて周りのテンションを下げる妖怪です。妖怪不祥事案件。今の最後の一言、言う必要なくないを引き起こす妖怪です。こいつのせいで二人は喧嘩していたんだね。よし、追い払ってやる。ああ、ちょっといきなり始まったよ。かわいいな、ダソックス。かわいいね、普通に。あ、ちょっと必殺技使っていこうか。味方の妖怪を隣同士に並べると、つなぎ効果。新しいね、それ。横に並べると、横つなぎ発動。隣の妖怪が、妖怪が追加でアタック。縦に並べると縦つなぎ発動。
前の妖怪が後ろの妖怪をガード。なるほどね。後ろにいる妖怪は敵から狙われなくなります。これ結構難しいな。妖怪はボートの外に移動させてサブメンバーにすることもできます。サブメンバーにすると行動はできませんが、敵から行動を受けることはありません。なるほどね。おっしゃ、じゃあちょっとジバニャンやばいから守ってもらおうか。あらあら、よし、ちょっと必殺技使えるかな。まあこれ俺嫌いだって。よし、効いた。えい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 、いやー、あーやっつけちゃった。いやー、俺さっきのやつダメだな。必殺技パチスロやってくればよかったな。加速。にょろろろ、まいったにょろ。これからは余計な一言言わせるのちょっとやめてくれる？加速。いや、そんなこと言ったらさ、こいつの存在全否定だよね。わかったにょろ、気をつけるにょろ。あ、わかってくれた。でもこれ迷惑かけちゃったおわみにょろ。ブラックバッジ、お、これ結構いいアイテム。まあ序盤にしては結構いいアイテムだよね。うん、ありがとう。ありがとう、ダソックス。ダソク。ああ、そうそう、白くてふよふよしている君、ウィスパーのこと。頭の上で汚いあれがトグロを巻いてるみたいにやろ。ドッカンコー、これは私のチャームポイント。ドッカンコーって何？そんなこと言ってる人初めて聞いたんだけど。ドッカンコー、トイレットペーパーで拭くような汚いものじゃありません。ごめんごめん、気になったことはついつい言っちゃうんだにょろ。あれ、あ、リッキーが正気に戻ったよ。ショーン、ごめんよ、僕どうかしてたみたいだ。つい余計な一言を言っちゃって君を怒らせちゃった。うん、リキ、僕の方こそごめん、ちょっと怒りすぎちゃったかも。いや、もともとは仲のいい二人なんだね、きっと。にゃはは、仲直りできてよかったにゃんね。ありがとう、君のおかげでショーンと仲直りできたよ。なんでケイタ君のおかげだと分かったんだよ。そんな俺は別に。そう、ケイタ君何もやってないからね。何かやってくれたのはジーバニャンたちだから。おっと、そういえばまだ自己紹介してなかったね。僕はショーン、そしてこっちは親友のリッキー。よろしく。よろしく。このジャリンコみたいな声どうにかなんないかな。俺はケイタ、最近この町に引っ越してきたんだ。そうなんだ、ようこそセントピーナッツバーグへ。ケイタ、今度一緒に遊ぼう。この街を案内してあげるからさ。ありがとう。うん、お願い。ミス。うんうん、早速 USA でも人間のお友達ができてよかったですね。フミちゃんに会えないのが寂しいよ。おや、気がつけばもうすっかり夕方ではありませんか。ケイタくん、そろそろお家に帰りましょう。もうお腹ペコペコだにゃん。多分今夜の間は行動できない。あ、なんだこいつ。なんか今すげえ覗き見されていたけど、あ、いなくなっちゃった。じゃあ自分家帰るか。さあ家着いた。あ、バーベキュー、バーベキュー、羨ましい。おい、おかえりケイタ。そろそろお腹が空いたでしょ。もうすぐ準備ができるから待ってて。準備ってもしかして。くんくんくん、なんかいい匂いがするにゃ。これは、この肉をこんがり焼いたような香ばしい香りはバーベキューよ。ありがとう。バーベキュー、やった。あ、また取りつかれてるお父さん。何の妖怪だろう。お父さん、野菜なんていらないから肉だけじゃんじゃん持ってきて。でもお野菜も食べないと栄養のバランスが。ガッハッハ、ノープロブレム、どんどん肉を焼いちゃうぞ。あ、この妖怪なんか焼肉みたいな妖怪。そのままか、
焼肉だったらそのままか。でもなんかで見たことあんな。お父さんの様子なんか変だ。これってもしかして変なやつばっかりじゃねえかよ。これで3度目かな。あや、こいつ名前が思い出せない。確かこいつ鬼だから、なんだから鬼にかけたような名前だったような気がする。ジューシー、あ、肉焼きだ。ガッハッハ、俺は肉焼き。お前らちゃんと肉、余計なお世話だよ、余計なお世話だよ。何したいんだこの妖怪。ノーミートノーライフ、どんどん肉を焼いていくぜ。やっぱり妖怪の仕業だったんだ。でもいるよね、焼肉とかでさ、自分食わねえのにどんどんさ肉焼いてくるやついるよね、そういうやつ。で食べきれなくて大体肉がさ焦げちゃうんだよね。こんな妖怪なら大歓迎だよ。ゆるり、さっきからよだれが止まんないにゃん。いやいや、ジバニャンはさ猫なんだから魚でも食っとけよ。今夜はバーベキューパーリー、お肉で盛り上がるでウィス。あいつそのままなんだ倒さないんだ